まあ、スキルとかはね、まあ、つけないとその大人的なそのスキルもまあまあもちろんあるけど、まあ、確かにその大人に受けるよりキッズに受ける方が大変。ショーマンシップとしては、うん、キッズショーで受けるショーマンシップ持ってたら、うん、多分何のショーでも成功すると思うんですよ。ショーマンシップでいうと本当にそう、要は、大人は言うこと聞いてくれるんだけど、はい、子供は本当に自由だから、うん、で別にそこに悪気がないから、そういう意味でそのコントロールをする、お客さんを支配するっていう意味ではもう子供できたらマジでもう大人超有利、言うこと聞いてくれるんだもん、こうしてって言ったらこうしてくれる。でも子供がこうしてって言っても、いや逆、むしろ絶対しないでよっていうことをしたくなっちゃうんだよ。だからまあそういうのを利用したマジックとかもね、シリービリーの本には解説されてたりするんだけど、ちょっとジャンル違うぐらいキッズショーは。でも俺はちゃんとね、不思議さみたいなのも残したいっていうか、ちゃんとしたマジックというか大人に見せるマジックみたいなのもやりたいから、そういうのも散りばめながら間にそういうの入れていくっていう感じかな。なんかその要はね、ずっと不思議なマジックやると子供ってね、集中力途切れちゃう。でもこう波を作ってというか、不思議じゃ笑いというか、騒ぐパートみたいな、そういう風にこう波々というかねを作ってあげると、まあ眠くならないというか、うん、だからそのあつまんねえっていうのがもう伝播していっちゃうから、その防ぐために本当にそういうのをまあ、大人のショーよりシビアにやんないと盛り上がりに欠けるショーになってしまうのかなっていうね。そう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 。初めてのショーの時、コップの中にお水入れると、で呪文をかけると消えちゃう、うん、僕に言ったと思うんですよ、客上げで来た男の子、ボスザル、うん、濡れろ濡れろって周りも濡れろみたいな感じで言われて、そんなこと大人は言ってこなかった、どうすればいい、今だったら自分が水かぶりますけど、強行突破して一通りも成功させて、だけどやっぱ成功しても別にそんな大して盛り上がらないですよ、ええー、ぐらい。でもね、でそっからそのいいキッズショーを作るようになる、うん、子供のことを理解するとかね、うん、だから保育士さんにやっぱアドバイス聞いたりしますよね、まず社の方って。うん、本当に保育士さん慣れてるし、どういうことが喜ぶかとか、そういうの聞くだけでやっぱね、その普通のショーにはなかった新しい角度を教えてもらえるしね、やっぱね子供ってさ結構自由に動くからさ、前に出てこようとしたりさ、うん、わーって、うん、その時の呪文